さあ、道東自動車道をまっすぐまっすぐ走り続けて何時間？もう1時間半、2時間ぐらい、1時間半は経ってるね、多分。もうね、変わり映えしない光景で皆さん疲れてんじゃないかなって。俺も疲れたわ。まあ、でもね、音楽がなきゃ死んでるね。音楽がなきゃ死んでるわ。新キャラクター、ルミナスダイアリー2の新主人公、アルマなんですけども、こちらは 3D モデルで制作して、でその予算をクラウドファンディング、まあ昨年のね、アンジェリカと俺と同じです、同じようにクラウドファンディングいたします。ただね、今回はね、達成しないとダメっていうわけじゃなくて、達成しなくてもやるっていう、まあね、お金もあるからね、だいぶ。はず。だって作ってるもん。作ってるから増えると思う。で、このオリジナルサウンドトラックなんですけども、EP にして、クラウドファンディングのリターンに含めさせていただく予定です。つまり、ルミナスダイアリーシリーズ2オリジナルサウンドトラックみたいなもんです。ちなみに名前はね、アンジェリカとアルマのスカラーハーモニクスって名前にする予定です。仮名です。仮名です。見たこともないパーキングエリア。これね、長い流れに枝って書いてね、お猿しって読むらしいです。すごいよね、北海道の難読地名。自分らでもね、読めないものとかありますからね、モセウシとか、ね。あとなんだっけ、まあ、いろいろあるんだよ。見つけたら教えるわ。はい。そして、池田町に突入でございます。このダークソウルのネーミング、かっこいいな。平野の果てのセイニオロサム。よくつけたな、俺、このネーミング。まあ、こっから先はね、未知のエリアになります。まだ行ったことねえんだ、こっから先は。地域的にはね。はい。そして、この池田町のね、料金所を通過すると、なんだっけ、新料金体制、違う、新直轄体制だったっけ、まあそんな体制になる、そのエリアになるんで無料区間になります。よし、さあいくらだ、トマムからここまで。料金は BGM で聞こえなかったな。まあこっから先はね、もうあと飛ばすか。自動車道の終点に到着いたしました。釧路外苑です。こっからね、北に行って阿寒町を抜けていくことになります。阿寒町ってね、縦に長いっていうことですね、要するに。阿寒湖までね、まだまだ時間がかかりますよ。今何時だっけ ?1 時半ぐらいかな、今。確かね。だいたいそんぐらいだったような気がする。よっしゃ、まあどっかでとりあえず休憩はしたいところですけどもね。あれ、セイコーマート、集配センターだ、ただの。あ、道の駅。いいぞ、道の駅。よし。一旦ここで休憩だ。長時間ドライブ、もうなんか2時間連続でドライブ、2時間以上連続でドライブしてるからさ、だいぶ疲れてきたんだよ。スマホ入れねえな。リアルで、なんか喋ってるけど、入れなかったんだ。うん。よーし。休憩だ、休憩。道の駅、ここは何ていう名前だ？
なんていう名前だ？こちらは、阿寒丹頂の里クレインズテラスという道の駅でございます。初めて来た道の駅ですね。まあ、敷地としては結構大きな方の規模の道の駅なんじゃないかな。と思ったんですけども、残念ながらこちらは道の駅ではありません。この小さい建屋が道の駅でございます。丹頂の里。つまりあれですね、くちろ湿原から飛んでくる丹頂が見える道の駅っていうことなんですかね、多分。見た通り、巨大な折り鶴まで展示されております。ね、国道を挟んで、施設がいくつかあるみたいですね。キャンプ場もあるのかな。まあでも、今回はね、そんなことはどうでもいい。まずはここでね、休憩して飲み物を買って、さらに北上していくことになります。そろそろチェックイン時間も近いからな。ちょっと急がんと。うん。はい。では、行きましょうか。ここでやってくるのが、そう、久しぶりに来たな、お前。オフィス来たな。安全運転の俺からすればね、全然なんともないんだ。ほーら。問題ない。ノープロブレム。阿寒湖は降りてからまあ結構進むっていうんですけども、だいたい40キロぐらいです。なんだっけ、層雲峡は降りて23キロぐらいでしょ？もっと長いんです。やべえやべえよ。まあ、間に合うか。予定としては間に合う。間に合うんじゃないかな、多分。見て見て。すっげえかすれてんだけどさ。道路に鹿注意って書いてあるんだよ。鹿注意だ。そんな道路標識、道路標識じゃないね。道路標識、初めて見たぞ、俺。そんなに鹿出るの？鹿。まあ、札幌でも、外側行けばいるからな、エゾ鹿。さあ、ただいまの気温何度だと思う？今ね、外気温表示はね、マイナス2って書いてあるんだよ。寒っ。札幌の陽気は何だったの？札幌10度ぐらい行ってたのにさ。何この落差。やば。長いな。にして、お、見えてきた、見えてきた。見えてきた。阿寒湖温泉街、到着。やったぜ。長かった。だいたい5時間ぐらいは走ってたかな。5時間以上だね。5時間以上は走ってたと思う。まあ途中でシムカップ止まったっていうのもあるけどさ。あー、やっと着いた。知床並みに大変だったな。まあ、知床は8時間ぐらい走ってたけど。そしてさ、予想以上に、街広いよね。ちょっと走ったもん。この、今回のホテルの、ニューアカンホテル。なんですけども困るの結構時間かかったな。しかもさ、小学生が歩いてるってことはさ、あれじゃない？観光客が全部消えたから、地元住民が結構ちらほら見られるっていう感じなのかな。まあいいでしょう。今日はね、ここで一泊二泊させていただきます。